これより第2クォーターに移ります。攻守の方向入れ替わりまして、広島画面向かって右から左に攻める形になります。相手陣48ヤードからファーストダウン10。ナイスゲームファースター。クォーターバック3番左に展開していました9番にヒッチパス。9番レシーバーのブロックを生かして、そのまま見事にキャッチアンドランを果たして攻撃権更新です。広島ホークスファースター、見事なキャッチアンドラン決めましたのは広島ホークス9番の酒井、島根大学出身のプレイヤーです。広島ホークス相手陣37ヤードからファーストダウン10。ナイスランファースター。ここで広島はハンドオフオプションを選択しました。通常とは違いまして、ランニー枠に手渡すかキープするかのオプションプレーです。ここはランニー枠に託しました。それに応えまして20番見事に中央を切れ込みまして攻撃権更新です。広島ホークスファースター、素晴らしいランを決めましたのは広島ホークス20番の玉山、京都教育大学出身のプレイヤーです。さあ相手陣4ヤードに入りまして、広島ホークスファーストダウン2ゴールに入ります。残り4回の攻撃権でこの4ヤード突破を図ります。さあ中央へのランプレー、キャリアは39番、ディフェンス殺到しましたが体をねじ込みまして約2ヤードゲインに変えております。見事に体をねじ込んで素晴らしいランをつなぎましたのはランニングバック39番の竹之内、関西大学出身。広島ホークスセカンドダウン2ゴール、残り2ヤード。さあ再び中央へのランプ、タッチダウン。ここは広島着実に、そしてパワフルに中央へのランプレーを選択しました。期待に応えまして20番体をエンドゾーンにねじ込んでタッチダウン。広島ホークス6点追加いたしました。見事なタッチダウンランを決めましたのは広島ホークス20番の玉山、京都教育大学出身です。そしてこのトライ4ポイントキックを決めまして1点追加、広島ホークス21点、クラブアイランズ0点となりました。広島ホークス今度は攻撃を見事に組みまして着実に得点加点に成功しております。さあ現在試合を主導権を握っております広島ホークスのキックオフで試合再開となります。アイランズ反撃突破口をこのリターンから見出すことに成功するでしょうか。さあリターンに入ります。リターナー10番タックルをかわしながら中央を切れ込みまして自陣25ヤード付近からの攻撃を終えます。アイランズリターナー10番は北川、関西学院大学高等部出身のプレイヤーです。失礼しました、関西学院高等部出身のプレイヤーです。クラブアイランズ自陣23ヤードからの攻撃に入ります。クラブアイランズファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック7番プレーアクションからパスを試みましたが、この時にディフェンスが殺到。あわや QB サックされるところでしたが、見事なスピンムーブでこれを切り返し、なんとかパスは投じましたが、しかしレシーバー確保できずパス不成功となっています。ダウン1つ失ってセカンドダウンに変わります。しかし素晴らしいボディームーブを見せましたのはクラブアイランズクォーターバック7番の松坂でした。アスリートを生み出します大阪体育大学出身のプレイヤーです。中央へのプレーですが、しかしこれは広島止めます。なかなかこのランプレーが出ません。広島のディフェンスフロント陣が素晴らしい仕事を見せております。クラブアイランズサーダウン12。ここでドロープレーを展開しようとしました。パスに見せかけた遅い展開のドロープレー、相手のディフェンスの裏をつくようにしまして前進図らんというところでしたが、これを広島13番見事に対応しまして、ゲインほとんどなくフォースダウンに変わります。広島13番は上田、島根大学出身のプレイヤーです。クラブアイランズフォースダウン12、パントフォーメーションを選択します。クラブアイランズプレッシャーくる中、パンターなんとか蹴り出しましたが、自陣脱することはできず、アイランズ陣38ヤード付近でボールデッドし、この位置で攻守交代となります。結果的に広島ホークス相手陣に入ったところからの攻撃となります。広島ホークス相手陣38ヤードからファーストダウン10。ナイスパスカット。ここでクォーターバック18番はまず横にいましたレシーバーのヒッチパスを展開しようとしましたが、このパスをアイランズ33番見事な反応でパスカット、パス不成功と変えています。素晴らしいパスディフェンスを決めましたのはアイランズ33番のプレイヤーです。33番は徳山、法政大学出身。パス成功。クォーターバック18番プレッシャー来る中、それを見事なステップで右に展開し、サックをギリギリかわしましてワイドレシーバー10番にパス。10番も競り合いながらこれをキャッチしまして、約7ヤードのゲインに変えております。素晴らしい動きを披露しましたのは広島ホークス18番クォーターバックの皆谷、京都外国語大学出身。取りましたワイドレシーバー10番は才木、関西大学出身です。広島ホークスサーダウン3。ナイスラン、ファーストダウン。ここで中央一線ランニバック22番一気にスピードで突っ切りまして攻撃権更新です。広島ホークスファーストダウン。見事なランを披露しましたのは広島ホークス20番の玉山でした。京都教育大学出身。広島ホークス相手陣24ヤードからファーストダウン10。クォーターバック18番、ここはオプションプレーを行いました。ここは自らキープしまして中央切れ込み、約3ヤードのゲインを果たしています。クォーターバック18番は水谷、京都外国語大学出身。広島ホークス、セカンドダウン7、ボールオンは相手陣21ヤード。パス不成功。クォーターバック18番、プレッシャー受けながら右に展開し、中央にいました10番にパスを投じましたが、しかしこれはハイランズ5番がカバーしておりまして、パス不成功となっております。ハイランズ5番は山本、帝京大学出身。広島ホークス、サーダウン7。パス不成功。ここでクォーターバック18番、見事なステップワークで右に切り返し、そこから中央付近にいました32番にパスを投じましたが、これはアイランズ素晴らしいパスカバーでパス不成功としております。ここでしかしイエローフラッグ、反則が発生しております。フィールド上に審判団から黄色いウエスが落とされますと反則発生を意味します。この反則がどちらにありましたか、まもなく審判団からコールされます。オフェンスの反則がありました。イリーガルフォーメーション、不正な体系を使用してのプレーを行いました。アメリカンフットボールのオフェンスには制限があります。このポジショニングに誤りがありますと、イリーガルフォーメーション、不正なプレーを行ったという扱いで5ヤード抜体になります。しかしこの反則は取りません。ダウン進めましてフォースダウンとしました。さあこのフォースダウン7で広島はフォーメーションを変え、フィールドゴールを狙います。しかしこのプレー、スナップ乱れまして結果的にフィールドゴール失敗となりました。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代となります。攻撃権はアイランズに変わります。アイランズ、ここも幸いにして無得点で終わらせる形になりました。さあこの状況をうまく生かし、なんとか反撃ののろしを上げる形になるでしょうか。失礼しました。クォーター表示誤りはありましたが、現在第2クォーターに入っております。クラブアイランズ、自陣40ヤードからのファーストダウン10。ここでオプションプレーでランニングバックにピッチをトラックしました。左オープンつかさんというところでしたが、これは広島ディフェンス見事に対応しまして、ゲインなくセカンドダウンに変わります。クラブアイランズ、セカンドダウン11。パス不成功。クォーターバック7番、右に展開していたワイドレシーバー14番にヒッチパスを投じ、キャッチアンドラン図らせましたが、パスがショートでした。パス不成功でサードダウンに変わります。クラブアイランズ、サードダウン11。広島ナイスディフェンス。ここでアイランズは裏をつくようにランプレーを投入しました。パスと見せかけたその状況をランで突破しようとしましたが、これを読みましてホークス57番ロスタックルと変えています。見事な対応をいたしましたのは広島ホークス57番の手塚、広島大学出身。クラブアイランズフォースダウン15、パンプフォーメーションを選択します。広島リターンに入ります。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。リターンチームに反則がありました。ホールディング、相手選手を掴んでいたという反則です。アメリカンフットボールはボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。反則がありまして地点から10ヤード下がる形になります。従います。しかし攻守交代は成立しておりますので、攻撃権は広島ホークスに変わります。広島ホークス自陣32ヤードからファーストダウン10。パス成功。クォーターバック18番、右に展開していたワイドレシーバー10番にパスを通しまして約9ヤードのゲイン。見事にパスを投じましたクォーターバック18番は水谷、京都外国語大学出身。取りましたワイドレシーバー10番は才木、関西大学出身です。広島ホークスセカンドダウン残り1ヤード。ここでオプションプレーを選択しましたが、このピッチをしました際にボールがそれましてロスとする状況になっておりましたが、なんとかランニング枠を抑えております。ただし1ヤードロスに変わっています。ここでホイッスル。ここで広島ホークス前半2回目のタイムアウトを使いました。アメリカンフットボールはボールを持った選手が中で倒れた場合は時計が回り続けます。これにより広島、この残り時間を失うことを恐れまして、ここでタイムアウトを取りました。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。この企画によりまして、この会場にお越しいただくことが叶わない方々にもこの試合をご覧いただける形になりました。皆様のご好評大変感謝申し上げます。タイムアウト解けまして試合再開です。広島自陣42ヤードからサーダウン2。中央ダウンプレーを投入しました。キャリア20番見事に攻撃権更新しまして、広島ホークスファーストダウン獲得です。さあここで広島はすかさず前パスを叩きつけましてパス不成功としました。スパイクという行為です。前パスは失敗しますと時計が止まります。このルールを生かしたパス失敗により失敗で時計を止めています。試合時間残り41秒。広島ホークスセカンドダウン点で試合再開です。パス成功、ファースター。ここで一気に奥をつくロングパスを投じました。クォーターバック18番、見事にワイドレシーバー10番キャッチしまして攻撃権更新です。広島ホークスファスナー。ここでパスをスパイクします。パスをスパイクしまして時計を前半残り30秒で止めます。攻撃権は1つ失いますが、それ以上に時間が重要なシチュエーションです。広島ホークス相手陣33ヤードからセカンドダウン10。前半残り時間は30秒。パス不成功。今度は右奥を走っておりました10番へのロングパスでした。しかしパスがオーバースローし、パス不成功となっています。広島ホークスサードダウンに変わります。広島ホークスサードダウン10。前半残り時間は25秒、失礼しました、23秒です。さあ一気にいくのか。エンドゾーン入った、タッチダウン。ここでクォーターバック18番、左に展開していたワイドレシーバー9番にパス。ディフェンスなんとかこれに食らいつかんとしましたが、9番これをキャッチし一気に独走になりまして、エンドゾーンを書き込んでタッチダウン。広島ホークス6点追加となりました。見事タッチダウンパスをキャッチを決めましたのはワイドレシーバー9番の酒井でした。島根大学出身。そしてトライ4ポイントのキック決まりまして1点追加。広島ホークス28点、クラブアイランズ0点となりました。前半残り時間少ない状況ではありましたが、広島見事なタイムコントロールをしまして、このわずかな時間でタッチダウンを重ねる形に成功しております。前半残り時間は14秒となっておりますが、広島ホークスのキックオフで試合再開です。このキックはエンドゾーンに届きましてタッチバックとなりました。キックオフのボールは相手陣エンドゾーンに入りますとタッチバックの判定になり、ボールは相手側の攻撃自陣25ヤードからという形に変わります。クラブアイランズ自陣25ヤードからファーストダウン10。2ラウンランプレーとしまして時計を回します。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、広島ホークス28点、クラブアイランズ0点で前半戦終了です。